Hello， 大家好，我是鹿酱。等一下，我跟文丹要出门，他现在在那边整理他的头发。那我们两个今天呢要去看中古车。那大家知道我们之前住在熊本，差不多住了一年吧。那那个时候我们在熊本的车是文丹公司帮他租的。等我们搬回东京之后，他如果要上班就坐电车通勤，所以公司也没有帮他租车。然后我们就非常非常的怀念那个时候有车的生活，觉得有车的时候真的是更好控制自己的时间，然后也更有生活上的余裕。所以我们两个最近就是很认真在想，是不是该买车。我们等一下去看的是中古车，然后看一下我们两个的需求跟预算，可能可以买到什么样的车。文章现在弄他的头发，あとはスプレーで固めるだけだ。頭髪完成。よし、今日は中古車見に行くぞ。今日はどんなの見る予定？最近ちょっと半導体不足でね、なんか高騰してきてるのと、あと新車がね、納期がすごいかかるんだって。早くても9ヶ月とかすごい大変らしいんですよね。なんでそれよりかは中古車の方が早く納期が来るみたいなんでいいかなと思っております。まあ今の家はちょっと駐車場はちょっと不便だから考えてなかったんですけど、でもこれから新しい家を引っ越ししたら車欲しいなって私と文旦話してて、まあ今回はちょっと下見みたいな感じ。なんかいろいろ中古車調べてたら、まあガリバーっていうところが出てきて、そこは結構いっぱいのね車があるということなんで、今日はそこに行ってみて、すぐ買うかはちょっとまだ悩み中なんですけれども、まあ本当に一目惚れした車があったらその場で買っちゃおうかなと思っております。大きい車もいいなと思うんですけど、個人的には結構セダンとか好きなんで、ちょっとセダンも見ていきたいなと思っています。一番に求めてるのは安全性。安全性の次にやっぱり乗り心地、運転してて静かな車がいいなと思ってるの。静かな空間でお互いのね話をできるっていうのはすごいいいなと思ってて、3つ目がやっぱかっこよさ。そのね3点は譲れない。まあこれからちょっと環境問題の話になって、まあどんどんねガソリンがなくなってくると思うのね。電気自動車もいいかなと思ってます。ハイブリッド車もいいかなと思っております。今日はいろいろ見れるといいね。そう、今日はねいろいろ楽しみにしております。見に行きましょう。我们两个现在已经到中古车贩卖中心，可是我们来到这里有点吓到，是它展示的车好像就只有店门口的四台。我们现在已经来到咖喱巴 Wow Town。すごい。いっぱいあるね。めちゃくちゃある。ここ200台以上あるって聞いたからね。なんかテンション上がるね。プーちゃんが欲しそうな車もありそうね。ありそうありそう。我们一开始去的那个咖喱吧因为是小店家，没有这么多台车。我们跟他们咨询的时候有说，这一次主要是想看有什么样的车种，还有实际上坐起来的感觉，所以希望可以到有更多食品的店铺。他们就推荐我们来这一家咖喱吧挖烫，就真的超多的。因为刚才我们只有看到四台，所以现在看到这么多超兴奋的。50倍的呀。这一台 Volvo 是日币249万。 Volvo はね、なんか一番車が硬いって言われてて、なんか事故したら相手の車が潰れちゃうぐらい強いんだって。あ、そうなんだ。隣の黒かっこいい。これ BMW かっこいいよね。あ、これ BMW。 そう、いやいいな。 BM かっこいいね。欲しいわ。うわー、レクサスだ、かっこいい。これ470万ぐらいだ。ふーちゃん、レクサス好きなの？いや、なんかかっこいいじゃん。SUV もかっこいいなと思ってるの最近。今までずっとセダン派だったんだけどね、 SUV もかっこいいなと思ってる。これ実際に中に入って座ることもできるらしいです。よし、座ってみよう。私運転席にします。あえて。どうですか？うわー、かっこいい。なんか運転するルーちゃんもなんか凛々しく見えるね。凛々しくって何？なんかかっこよく見える。これが一番レクサスといえばの時計。すごいかっこいいね。かっこいい。これがあるのがやっぱレクサスって感じだよね。そうなんだ。かっこいいね。けどこれすごい座りやすいよ。本当？これも座ってみる。あ、いいね。やっぱりなんか思ったよりなんかハンドルちょっとちっちゃいかも。運転席がね移動できるのよ、ほら。すごいね。ちっちゃいレクサスもちょっと乗ってみたんですけど、やっぱりちょっと大きいの方がなんか座りやすいね。いや、そう、やっぱそうね。あとは俺の運転技術次第よ。ぶつけちゃうからさ、大きいと。レクサスかっこいいな。ちょっと他のも見てみようか。これね、レクサスの RX で、さっきの NX よりもちょっと大きいんだけど、これグリルがかっこいいのよね。網が値段ちょっと高めだね。高いんよ。これ開けます。はい、開
高いんで諦めます。然后这一款跟我们刚才做的 NX 是一样的，它是白色，价钱是329万日元。いやなんか見るだけで興奮するわ。然后这一款是 BMW 的 523i， 是419万日元。文当觉得 BMW 很帅。めっちゃ帅。好帅哦。でも私やっぱり日本車が好きなのかな。めっちゃかっこいいんだけど。これと恋した恋した。さっきあの店員さんが教えてくれたんですけど、自動運転が高性能らしいんですよ。私と文旦昔は会社がレンタルしてくれた車だから、ちょっと旧型のものが多くて、なのでこういうタッチパネルでデジタルのすごい綺麗だなと思っちゃうね。まあ今は普通なんだろうけどね。私1回目買うのが中古車っていいと思う。夏のドアップ後ろにルーちゃんが乗ってみます。どうマダム。あ、マダムはやめて。開放感があるね。やっぱセダンはね、後ろの人のこと考えてる車だからね。後面可以放行李的空間也还蛮深的。怎么办？这款很棒哎。文旦也还蛮喜欢宾士的，我个人是比较喜欢日本国产车。然后它是399万，比刚才的那个 BMW 还便宜。ここの質感、さっきの BM と負けない感じの綺麗。お、ここのスピーカーもかっこいいね。いやすごい、あの曲線が綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗なの。いや動画映えもするね。ここはドリンクホルダーです。おしゃれ。質感すごいね。いやいいです。好棒哦。我们已经在这里逛好久了，都还是没逛完。真的好多车哦，各种车型都有。出かけるたび新しい自分と出会う気分は本当そう思う。車乗ってたらいろんなとこにも行けるし、でも本当自分のいろんな可能性がわかるよね。早く車欲しいね。ね、なんかめちゃめちゃ購入意欲が湧いたよ。そう。我们看到一台车竟然只要49万日元，好便宜哦。50万で買えちゃうの？全然50万の車に見えない。6万7000キロ走ってるから多分こんな安いんだろうね。買うのがいいのは2万以下ってのは聞いたことある。然后这里也有中古车的 Prius 是269万。いやね、プリウスもいい車なんだよね。静かなの。しかも燃費が良くて、もうね、経済的にね、すごい助かる車だと思う。プリウスに何ヶ月かな、4ヶ月ぐらい乗ってたのかな。でも全然乗りやすかったしね、いい車だと思う。因为他们车会实际给我们开开看，那我们现在等那个服务人员。在这个期间呢，他们这附近有提供饮料吧，可以自己拿饮料喝。然后很开心的是，今天他们刚好有餐车，所以他们就送我们免费的披萨吃。哇！哇ピザだ。感じ好吃哦。今って買ったら納期どのくらいなんですか。通常だったら2週間ぐらいなんですけど、まあ結構注文が多いので大体3週間から長くて4週間。ああ、1ヶ月以内に。1ヶ月以内で全然します。ああ、そうなんだ。いいな。嗨，大家，我们已经回家了。那先跟大家讲这一次的结论，就是我跟文当这次没有买车。まあ実際に運転してみたんですけど、すごいいいなと思ったものがあって、でも最後は買ってなかったんです。見積もり表を出してもらって、そこが表示金額より80万90万ぐらい高くなったので、ちょっと予算オーバーなのかなっていうのがちょっとあって、私と文旦は一回家に帰って話そうかなと思ってて、正直買ってもよかったかなとも思いつつ、やっぱそこはグッと抑えてね。やっぱ家を買う時に思ったのが、予算は絶対超えない方がいいなと思うので、予算超えたらあとはちょっと大変になるので、あの今回はすごくいい車と出会ったんですけど、やっぱり2人家に帰って1回もう一度見直して、まあ他の車種もいろいろ見て決めたいと思います。でも今回はすごいいい経験できましたね。表示価格プラス10、20万円ぐらいかなと思ってたのが正直なところで、80万円ぐらいプラスでかかってくるのかと思ってね、ちょっと衝撃を受けました。見積もり表もらったので、見積もり表を見て他の車種がどのくらいかかるのかも多分イメージができるようになったので、これからリサーチしたいと思います。うん、次に活かせる一日になりましたかね。文旦が車を運転した時めちゃくちゃ楽しかったんです。それが可愛かったんですよ。やっぱね、久々に運転したんですけど、やっぱ楽しいね。保険もまあ毎月2万円3万円とかかかってくるし、あとなんか固定資産税みたいな、ここら辺も計算するとやっぱりちょっとね、抑えていきたいなってのがありますね。其实这一次去了有蛮多收获，就他们跟我们讲的非常的详细，所以我跟文旦想说，我们两个再重新把所有会花多少钱，还有说税金、保险那些全部加起来，然后两个人在一起重新讨论一次两个人的预算，来决定到底要买怎么样的车子会比较好。
なので車を買うのがあともう少しかかるそうです。那谢谢大家看我们今天这一支影片，如果大家对车子有什么建议，还是可以跟我们说需要注意什么事项的话，都欢迎在留言区跟我们说，我们都会看。これ高すぎだよとかね。谢谢大家。好，那我们就下次影片再见，大家拜拜，再见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。